どうもお疲れ様です。4月6日木曜日でございます。昨日水曜日を1日しっかり観察に使いましたんで、レンジの大まかなところが1時間で判断することができました。この1時間をもとにですね、今日は利益を取っていこうかと思います。その上で現状認識の冷やしなんですけども、冷やしだけを見るとね、ここでサンバガラス出てますよね。 で、ちょっと、上ヒゲが大きくなっているところと、また下ヒえが出ているところ。で、ちょっと見えにくいんですけども、現在形成中の冷やしってのが、今ね、陽線で出ようとしてるんですよ。もちろんまだ始まったばかりなんで、これが今日陽線になるとかね、陰線になりそうだってことは言えませんけども、テクニカル的に言えば、サンバガラスの次なんで、これは、あ今日一日を通じて陰線になるでしょう。ところが、下ヒゲを出して終わってるところがやっぱり気になりますよね。まあですんで、 これとそれをプラマイにしてみると横ばいというのが一つの答えになるのかなと思います。まあ、いずれにしてもね、上昇するにしても下落にしても大きな陰線も陽線も今日は冷やして出ることはないでしょう。ちょうどですね、この陰線が大きいの中ぐらい小さいのっていうふうに実体がちょっとずつ変化してるようにもっとちっちゃい陰線なり陽線で今日は形作られるんじゃないかなと思います。で、全体的に見るとこの流れがだんだん収まってきて さらにちっちゃくなるんではなかろうかってことですよね。はい。で、4時間です。ちょっと4時間行きましょうか。4時間映ってみますと、結局、この水準になんか戻ってきたような感じですよね。これが。うん、ですんで、こう上がってきたのが、左右対称とまで言いませんけども、似たような形を作って、ここまで来たかなってところですよね。はい。で、こっから何が言えるかっていうと、まあ何が言えるのかってことは特に何も言えません。 うん、まあでも、強いて言うならば、またこっから上昇が始まるんではなかろうかって気がしますね。緩やかに、ここで落ちてきたのが、この辺りで、あれ、すいません。この辺りでね、形を変えて上昇するんではないかなと。まあこれちょっとね、テクニカルというにはあまりにもアバウトなんですけども、でも4時間で言うとあれでしょ三平が出てるわけでしょここ。うん。だからそのまんま上昇する。 ところが見えてくるかなっていう判断ぐらいしか今のところできませんね。肝心なのは1時間なんですよ。1時間でレンジオプションのフェーズをどのように取るかなんですけども、えー、昨日のことですけどね、ドカーンと落ちてきたところを見て、ちょっと様子を見ましょうかって言った時に、こういう風なね、レンジを組むことができました。そして、今朝にはこういう風なレンジに変わっていったんではなかろうかということで、もしくはちょっと小さめのレンジね、ここね。 実体までのところで。これからどうなるかってことなんですけども、基本的にはこのレンジで見ていけばいいと思いますよ。だからこれから、こっからね、セルをかけていくっていうことになります。もうこの時間からです。まあリスクはかかりますけども、セルをかけていって、それが逆の方向に動くようなら、こちらの方のレンジナアプションを取っていくっていうことになります。この二つでいいんじゃないですか。うん。午前中はそれで動いていきます。え、それではね、今回は以上ですかね。 えー、では次回の次回というかね後ほどまた追加動画で FX 折り合い費の方またお会いしましょう昨日は利益を取れるポイントは全くなかったんで休みみたいになっちゃったのは大正解だったと思いますそれから月間っていうのはしっかりとね利益取れていると思いますんで今日木曜日と金曜日でどのぐらい取った利益を伸ばせるかってことになりますよねその一発目がこの午前中、まあ、すでにエントリーしてセルで取っていく流れになりますけどもそれがどのようにえー ね。結果として出るかということになります。え、それではお疲れ様です。